はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ね、お伺いするお店なんですが、神奈川県のね、鶴見駅にございますレストランバークさんに伺おうと思っております。こちらのお店はですね、デカ盛りハンターというテレビ番組の方でチャレンジメニューみたいな感じで、僕がね、挑戦者という形で以前ね、一度伺ったことがあるんですけど、もともとはね、めちゃくちゃ分厚いハムカツとかで、ツイッターとかでも一度バズったりとか、大食いの方でもね、マックスさんとかエビマヨちゃんとか、ちょこちょこと YouTube の方でも上がってる、ツーミーの方でもね、昔からある老舗の、まあ、定食屋さんなのかな、なんですけど、本日はチャレンジではなくね、定食メニューをいただいていこうと思っております。ただちょっとね、テレビの放送あとかなりね、忙しいみたいで、今日はね、ちょっと営業終了してからの撮影となっております。まあ、なのでね、いろいろとお話をしながら、まあ、料理のね、感想を言いながら、美味しい定食メニューを食べていこうと思います。早速ね、バークさんに向かいたいと思います。今ちょっと駐車場から歩いてるんですけど、まあでも本当にもう駅目の前です。もうこれ画面内では見えておりますね。これすごいね、もう2時なのにまだお店に人並んでるよ。ちょっともう雨も降ってますんで、早速ね、店内の方をお伺いしましょう。でこれ店頭のショーケースですね。めちゃくちゃうまそう。さっき言ってたこのハムカツね、これ分厚さやばいでしょ。これ課題広告じゃなくて、マジでこのサイズ出てくるからやばいよ。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。今回はね、おすすめの品等を含めて4品ほど定食でいただく予定となっております。ずっとね、この店内ものすごくいい匂いがしてるんで、料理ね、来るの楽しみなんですけど、以前はね、デカ盛りでテレビ番組でいただいてたんで、どうしてもね、具材が冷めちゃってるものとかも多少あったので、熱々でね、今回いただけるので 100% うまいよ。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ただいまね、商品の方が全て出揃いました。もうね、ちょっとね、画面に見切れるぐらいものすごく量があるので、一品一品ね、紹介しながら食べていこうと思います。それではね、熱々のうちに早速いただきますと。そしたらひとまずこれね、こちらがね、ハムカツなんですけど、こんな分厚いハムカツ見たことあります？ちょっとこれ一口目いただきます。こんな厚切りなんだけど、ちゃんと、ね、中まで熱々になってて、衣が薄いんだけどカリッとサクッとして、食感も味もうまいのよ、うん。で今回ライスなんですけど、これね、大盛りで注文したんですけど、これ別に僕が特別じゃなくて、大盛りにするとこのサイズで1キロになりますんで、注文される方はね、皆さんもお気をつけください。うまっうん、今日ちょっとベジファースト忘れてたわ野菜もしっかり入ってますんで、うん、こちらのバーグさんね、僕はデカ盛りハンターさんというテレビ番組でお世話になったんですけど、それ以外にもね、めちゃくちゃ番組出てまして、サインがね、すごいのよ。まあ、これをね、見に来るだけでもちょっと楽しいと思う。正直さっきもね、料理来る前こう眺めてて、誰もが知ってるような番組がね、かなり目白押しでサインあるんで、これはね、見に来るだけでも価値があると思いますね。そしたらこの辺りでね、もう一品いっちゃいますか。続きましてもね、これ名物というか人気商品となっております、チーズハンバーグでございますね。これね、ちょっと中身がすごいんで皆さんにも見ていただきたいんですけど、うわぁ、うわぁ、これちょっと中見えます？チーズやばいでしょ。これこれがね、うまいんですよ。いただきます。うん、うまっ。
荒々しい肉質にこのチーズ、たまんない組み合わせですよ。これさ、ご飯多いかなと思って早めに食べ進めてたんだけど、逆におかずがご飯に合いすぎてペース配分を考えないと足んないかもしれない。先にこれハムカツ食べちゃいますか。いろいろおされ寄せらんないからさ。こういった定食屋さんっていいね。心が落ち着くわ。うん。うまっ。そしたらまずはね、こちら一皿目のハムカツ完食でございます。続いてこちらね、ちょっとカツカレー食べていきましょうか。もう見てよ。カツが見えないぐらいルーがドバドバにかかってるんだけど、めちゃくちゃうまそう。うわ、めっちゃいいねこのビジュアル。下カレーもいただきます。あー、うん、うまい。このバークさんのカレーは何日もね仕込みに時間をかけて作っている特製カレーなんで、かなりスパイスは効いてて普通のカレーとは全く別物なんですよ。ものすごい癖になります。食感に関してはかなり濃厚なドライカレーぐらいもうドロッとしてんだけど、スパイスだけじゃないこの旨味があって、辛味もしっかりあるんだけど、いわゆるカレーとはちょっと違うんだよね。食レポをする人間としてね、これは言っちゃいけないんだけど、これは食べてもらわないとわからないと思う。でも確か前回デカ盛りハンターさんでチャレンジメニューを挑戦した時は、やっぱりお腹いっぱいになる時って辛みがきついんで、このねスパイスの効いたカレーがかなり難問だった記憶がありますね。難問じゃねえや、難関か。そしたらただいまね、こちらカツカレーも完食させていただきました。おかずももうこの2皿のみですね。そしたら本日頼んだ最後のおかず紹介させていただきましょう。こちら最後にいただくのが鶏の唐揚げでございます。こうやって見てわかる通り、実は揚げてないんですよ。多分ね焼きだとは思うんだけど、僕もまだ食べたことがないので、これもいただいてみましょう。うわ、うん、まっ。今食べたところはおそらく鶏の胸肉部分のお肉だと思うんですけど、衣に油と味付けがね染み込んでて、お肉自体は淡白なんだけど、ハムタブ肉肉汁というか旨味汁がじゅわっと溢れてきて、あーこれはね癖になるわ。うまっ。もちろんね、衣はサクッとはしてないんだけど、もう唐揚げ味の鶏のソテー、なんかね、不思議な感覚。
今日はさ、チャレンジでもないし、のびのびと食べてるけど、前のね、テレビ撮影した時のことを思い返すと、かなりきつかったんだよね。見てわかる通り、やっぱお肉系が多かったりとか、以前ね、いろんなものはご飯もかなりの量があって、飲み込みにくい食材が多いんですよ。お腹いっぱいになりやすいというかね、5.5 キロあったっけな、それぐらいだったと思うんだけど、その量食うのはね、結構こたえたね。でもこうやってテレビだけじゃなくて、改めてね、レギュラーメニューを撮影でいただきにお伺いすると、美味しさも実感できるし、こういう機会は改めてね、ちょっと大事だなと思いますね。お世話になったお店により感謝をするためにも、やっぱね、大食いファイターはね、こうやって並盛りを食べに行かなきゃダメですよ。ということで、こちらね、チーズハンバーグ完食でございます。あとは残すところもうね、この唐揚げとご飯のみでございますね。ご飯もね、綺麗に完食させていただきましたので、残りはね、この唐揚げのみですね。定食屋さんのメニューってメインのおかずとプラスで野菜の付け合わせもかなり量多いから、どっちもね、取れていいなと思うんだよね。で、これね、最後の唐揚げと、で、締めにはね、これね、お味噌汁と、ということで、ごちそうさまでした。はい、ただいまね、レストランバークさんでいろんなね、レギュラーメニューをいただいてまいりました。僕がね、こちらのお店さんの料理を食べるきっかけが、テレビ番組のね、チャレンジメニューだったんですけど、改めてね、こうやって一品一品通常のレギュラーメニューをね、熱々のうちにいただけると、デカ盛りでいただく時よりも数倍美味しく感じますね。料理だけじゃなくて、お店の方々や店内のね、雰囲気も含めて、ほんと懐かしさを感じるものすごい美味しい定食屋さんですので、ぜひね、気になった方、鶴見駅降りてすぐですので、こちらのね、レストランバークさんで気になるメニュー食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、また最近ではですね、サブチャンネルなんかも始動しておりますので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。ということで、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。